久保さん、ありがとうございます。ぜひご紹介お願いします。まあ別にもう久保さん売らなくても本当に多分いけると思うんで、僕はちょっと売らないとちょっとダメな部分もあるので、ただね、僕はね、やっぱその、この本を出してるので、まあ久保さんとちょっと違うところですね。まあでもこの本に久保哲郎の名前が書いてありますからね。多分情報商材の本を出してる人って世の中にこうリアル本ですよ。伝書籍じゃなくて、多分少ないんですよ。 てかか。少なくなくいですかてかしかもこの本を出しててなおかつ今現行で情報発信してる人は多分僕しかいないと思いますおそらくもう結構みんなあの撤退してるのでなんでまあ僕はこの本を出した出版した時に腹くくったのがまあこれ一本っていうかまあねはたから見たらね詐欺師野郎なので情報商材屋だろうみたいなレッテルですよねその名刺を 僕は背負って生きていくんだなっていう腹が据わったというか、だからまあ今でいっぱいできるっていうのもあるんですけど、もうもうこれ出てるので、リアルで。仮想ではなくリアルであるので。で、未だにこれ売れてるんですけど、<laughs> すごくないですか、久保さん。5年前ね。まあそこはしくも売れてるみたいですけどね。これも5年前の本が未だに売れてるっていうね。<laughs> ありがたいですね。だから10年後も売りたいですね。逆に言うと。 僕からすると。20年後もこの本をいまだに買う人がいるっていう風な状況を作りたいですよね。だからまあ僕はドリームアカデミアに関しては、まあちょっとお金を稼ぐという違うフレーズでね、まあ日本一にしたいなというところがありますので、まあこれがビジョンとか志の部分になるのか分かんないですけど、 うん、も,うもちろん自分のね自由な生活ライフスタイルっていうのはもちろん僕も大事にしますけどもちょっとドリームアカデミアはねちょっとね別格というかあそういう思いがあるのでコンテンツビジネスを勉強するんだったらもうドリームアカデミア一択しかないっていうふうにしたいですね情報商材出すんだったらまあ吉谷拓郎しかいないという状態を僕は作りたいですねなぜならば本も出してるので でもこの本を出せる人は多分これからもめちゃめちゃ少ないし多分いないと思いますあんまりうんそれはもう断言して僕は思いますねまあアマゾンで情報詳細で検索してももう出てくる数がほんと少ないですしでしかもこのリアルの本をねあの出す企画する会社がそもそも少ないだろうしうんまあ自費出版だったら別ですよ 何百万とか積めば自費出版できるんだあれですけどそこまでしてね情報詳細の本を出すかっていうとまあセンスないですねそれは800万とか700万かけて自費出版で情報詳細っていう名前で本を出す人は多分いないですねうん <laughs> なんで僕はあのドリームアカデミアにはそういう思いがあるのでまあ あの続けていきますし教え続けていいきたいなと60歳ま,でまあどっちにしろ男に生まれたらまあねサラリーマンで働いても60まで働くわけじゃないですかなんで僕はそのイメージで別に60まで働くのは普通だし別に僕が情報商材やってなくてもコンテンツビジネスやってなくても普通に働いてても60まで働くわけだからまあそれが僕の仕事としてやるっていうのが決めてるので。 だからドリームアカデミアはも,もう4年ぐらい運営してますけど、もう毎月ね、アップデートしてますし、講義の方ね。で、ポータルサイトも全リニューアルしたし、まあこれからもどんどんなんかリニューアルは続けていきますしね。うん。まあそんな感じで、まあコンテンツビジネスをやるんだったらドリア化に入れということですね。なんかね、さっきね、あの、堀江さんがやってるゼロ校の入学式のね、ちょっと講演聞いてたんですけど、堀江さんもゼロ校を立ち上げて3年目ぐらいか。 なんか令和3、あれ、3年じゃないかな。なんか令和3年度のなんか入学式の動画を見てたんですけど。うん、まあ僕は堀江さんと向かう場所は違うけれども、まあ思い的な部分は一緒かなとは思いますけどね。ビジョンだったりとか。うん。ただ扱ってるものが違うだけであって。うん。ただまあ僕はコンテンツビジネス、情報商材に救われたので、まあ救われたというか人生変わったので、 まあ多くの人が、まあ、このビジネスを、うん、やった方がいいんじゃないかなと思いますね、うん。こんだけ利益が出てリスクがないビジネスは他にないので絶対もうこれ一択しかないのでだからドリームアカデミアをををから、まあ、月収100万を達成して人生変わる人たちをこれからも数を増やしていきたいですよね。だそれが100人200人300人になったら結構なパワーになると思うんで。 まあ今は多分ね、100人は行ってないので、多分50人ぐらいじゃないですかね、報告いただいてる中では、月収100万いってるのは。うん、まあこれ100人、200人、300人とか、まあ1000人とかいけばね、まあまあ、人生生まれてきて、自分が生まれてきた意味というか、なんだろうな、あ人生を変えた、1000人を変えましたって、まあ、良かったんじゃないかなと思いますんで、はい。ということで、頑張っていきます。 いい感い。